んでほしいなんて言ったことないのに。そう、そういうのが一番頭にくる。聞く耳は持っていないようだ。妬みの力、思い知れよ。貴様らを冥界へ誘ってやろう。そしてこの冥道丸の体の一部になる。相変わらず面白いやつよの。恨みつら。